こちら、先日予告した通りスタバで発売されている桜新商品をいただきに来ましたよ。あ、でもドーナツとシフォンは以前食べているので、今回はそれ以外のフラペチーノとクリームラテ、そして桜&抹茶の春を感じられるボールをいただきます。どれも美味しそうだな。それではクリームが溶けかけちゃってるので、まずラテからいただきたいと思います。なんだろう、なんとも言えない香りがしてきますね。では、今年の桜スタバは、あ、わ、結構いい香りはするんだけど、味はそこまで強烈というわけではないかな。だけど、どこかさっぱりできる味わいが本当に美味しいです。じゅわっと広がってくる、これが春の味っていうのかな。なんかうまく言えないけど、なんか強烈にパンチが来るわけじゃない、だけど心落ち着く、そんな味わいがあります。なので一足早いお花見にぴったりのスイーツとドリンクですね。それぞれの味について詳しくはこの後すぐに言いますよ。ごちそうさまでした。最初に飲んだこちらのスターバックス桜ラテは、なんだろう、なんとも言えないシナモンのような香りなんですけど、シナモンとまた違う刺激がないまろやかな味わいが口の中でふわっと広がってきました。桜の味はそこまでしないので、味よりも香りを楽しむラテと言えると思います。で、その次に食べたこのもっちりボール桜&抹茶は、抹茶の方にはあんこ、桜の方には白あんが入っていて、もちっとした食感もあさって、本当になんかスターバックスなんですけど三色団子を食べているような感覚が自分の中で湧き起こってきましたね。お花見に持っていて食べたいと思いました。で、こちらの桜フラペチーノも中に入っているプニプニが確かに団子のような歯ごたえも出しているのですが、やっぱり大きさが小さいので、団子というよりはなんだろうな、ちょっと安っぽい例えかもしれませんけど、以前食べた動物の森小グミのような、そうなんですね、グミに近い食感だと自分は思ってましたね。なので団子とはちょっと違うかな。もちろんこれはこれで美味しいんですけどね。桜の香りもしっかり楽しみになりましたよ。ザクザクの桜チップもいい音を出していました。なので今回は、点数としてはどれもこうつつがないので、それぞれ好みによって選ぶといいと思います。温まりたいときは ラテ、ポニプニ食感を楽しみたいならフラペチーノ、もちっとした食感で団子を食べているような気持ちになりたいとき、あんこをスタバで味わいたいときはもっちりボールをおすすめしますね。それでは今日はスタバの商品桜3品を食べてみた動画でしたが、ご視聴いただきありがとうございます。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。塩分終了。